コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのは購入したものですね。はい、これはインターネットで買ったものです。では早速ね、買ったものを見ていきましょう。最初はどうしようかな。最初はこちら。はい、タペストリーですね。はい、ここにあります。呪術廻戦スリムタペストリー五条悟。はい、こちらですね。早速ね、どんなもんか開けてみましょう。はい、こんな感じですね。ここに紐がついてるかと思ったら、紐は別で取り付けるみたいですね。はい、こんな感じ。お疲れ様さ。はい、五条先生かっこいい。裏はまあ何も書いてないと。はい、ほんとタペストリーにしては小さいですね。はい、続いてはね、こちら。はい、またもやタペストリーなんですけど、はい、こちらは B3 サイズですね。 B3 タペストリー。はい、さっきより大きい。日本製。ではね、絵柄見ていきましょう。はい、これもね、これもあれか、紐は別ですね。はい、はい、テララ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 ラン。はい、呪術廻戦、これはもう全員揃ってますね。はい、同郷組全員。全員に犬巻、パンダ、釘先、たどり、伏黒、五条先生。はい、これは大きいね。まあ、大きいって言っても本当 B3 サイズですね。はい、こんな感じだね。はい、はい、続いてはこちら。プチプチにくるんでありますね。はい、剥がして見てみましょう。はい、出てきたのはこちら。はい、アクリルスタンドキーホルダーかな。アクリルキーホルダースタンド付き五条悟。はい、これとじゃじゃん、でけえ、アクリルフィギュア五条悟。はい、めっちゃでけえ。ちょっとキーホルダーはあれですけど、これはちょっと開けてみましょう。はい、はい、いいね、でっかいし。はい、うわ、迫力あるね。かっこいいぜ。素晴らしい、でけえよこれ。はい、で、以上がね、一つのショップで購入したものですね。一応明細を見てみましょう。はい、こちら。はい、呪術廻戦ビッグアクリルフィギュアが2750円ですね。はい、で P3 タペストリーが2200円で、スタンド付きアクリルキーホルダーが1320円で、スリムタペストリー五条悟が1320円で、ポップアップストア特典カード5
これはただ呪術廻戦オリジナルカードプレゼントキャンペーンということでね、これはこちらですね、はい、こういう感じで入ってましたね、はい、ちょっと何枚か入っているんで見てみましょう。はい、こういう感じで入ってますね。ポップアップストア特典カード、はい、後ろはこういう感じでね、はい、トップバッターはイタドリ、はい、で伏黒でパンダ釘崎ちゃんかいと思ったけど、はい、で犬巻、五条先生、以上。あ、これ全部入ってないんだあれ、あ、そうなの、あれ、これってなんだっけ、全然知らずに買ったんだけど、これは何いくら以上で1枚とかなのか、それともなんかこれで1セットか、ね、5枚で1セットなのかな、そういうことよくわからないんだけど、これ一応見ると特典カード5って書いてあるのが気になるけどね、5段目みたいな、どうなんだろうね、全然知らずに買ったからわかんない。でもまあ五条先生が言える時点でまあ全然どっちでもいいんですけどはい、五条先生と入ってた、はい、で犬巻入ってたんでね、うん、というのが一つのね、このアニマル、はい、で購入したものですね、合計で7514円、まあ送料決済手数料合わせて8300円ですね。会員限定で全商品 1% オフ、まあ会員になってるんで 1% で76円引きと、 1% って、はい、で本日かな届いたものがあります。それがこちらですね、はい、これもプチプチに入ってるんで見ていきましょう。はい、まず一つ目がこちら、じゃん、はい、五条先生のバースデー缶バッジですね、はい、ジャンプショップですね、12月7日、まあ、12月7日に買えなかったんでねそれが、受注生産かなんかになって今届きましたね、はい、うん、こういう風に飾るってことはね、まあ、これは開けませんけどね、はい、未開封で取っておきます。でもう一つ、はい、こちら、こちらもね、同時期に発売されたバースデーアクリルスタンドかな。これは1650円。はい、こちらは1650円で購入しました。こっちはね、495円。はい、合わせて2200円ぐらいかな。ですね、ちなみにこういう感じで入ってるアクリルスタンドって開封して組み立てる人とこのまんま飾る人って分かりますよね、うん、自分はねちょっとこの手になるとちょっと未開封で取っておきたいなっていうのが強いんで、ちょっとこのまんま取っておきたいと思います。はい、って感じでね、北条先生からもうね、はい、といった感じのね、はい、うん、購入したものの商品になります。もうほぼほぼ五条先生だけしかないけどはい、まあ推しなんでしょうがないでしょう。はい、ということでね、今回の呪術廻戦
という感じで紹介していきました。はい、またねグッズが手に入り次第動画に撮ってご紹介していきたいと思いますのでね、ぜひチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。